はいどうも、タクタクです。あの青空をエレノアに実況プレイやっていきましょう。あの前回ね、ちょっとマップの使い方わかんなくなったわと思ったら、ここにね、マップって書いてありましたね。ここをタッチするというかね、ここを選択すると見れるようになるよ。うん、じゃあこのタイム、なんかカプセルみたいなちょっとこれをちょっと見ていこう。人が入りそうな装置がある。棺桶ではないと思う。あ、それだけ？いや、マジかよ。液体が入ってる。なんだこれは。ディスプレイによくわからない文字が、あ、文章が表示されている。こっちに行きましょう。同じかよ。もったいない。時間が。ないわ。ないですね。ちょっと移動しますか。これなんだマジで食べられそうだな。入った気がする。ここは開かない。お、来た。お、何ここ。コンテナがいっぱいみたいな。調べられない。え、これか。さっきから用途不明な部屋ばっかり。え、なんだなんだなんだ、なんか見落としてるか。バリアブルドライバーを装備しておかないといけないとか。いやいや、そんなことないでしょ。これは、ちょっと待って、ちょっと待って。何これ。なんかないのな、本当に何もない。何のための部屋だよここは。いやー、ちょっとこっち行こう。開かない。こっち行って、あ、つか認証カードでしょ。俺何考えてんだ。これ使えばいいじゃん。あ、ほら、なんだよ、バカなのか俺は。はい、知ってた。よし。行きましょう。お、なんか随分降りてるな。ずいぶん降りてくね。ああ、着いた。ん？まあいいや。お、音楽が変わったぞ。お、大丈夫かな。え、一回、こっちから行ってみようか。これ反対側ってことなのか。よし。こっちは、入るか。あ、おお、ずいぶん瓦礫とか、あんな。おわ、何これ、なんか危険な香りがするわ。いけ、いけない。高圧ガスが噴き出している。あまり近づかない方が良さそうだ。はい。高圧ガスが噴き出ているということはいずれ資源もなくなるはず。ドラム缶がある。この、おわ、またここもか。通れねえぜ。困った。こう切って、こっち何もなければもう積むよ。はい。お、なんか暖房設備かな。わかんない。あ、何これ。あ、お、あ、パズル来た。昔ね、こういうね、定規にこういうのがあって、お猿のなんとかみたいなのがあって、それをね、持ってる友達のことを僕は羨ましく思ったもんですよ。今思えばこの椅子が来たようなもの、子供ながらにやっぱ欲しかったけど、パズルが解けないよ。あ、びっくりければこんなパズル簡単に、あの時母ちゃんや父ちゃんが俺のために買ってくれば、なんていうわけのわかんないこと言いながらやっておりますが、これでこう来て、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 あ、ダメか、こう来て、こう来て。これ早送りしてんだろうな俺ちゃんと。してなかったら俺大変やで。こう来た、こう来て、はいはいはい、あ、じゃはい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 、あ、来た来た来た、はい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 、はい、来たで、こっちは行けたのかな。そもそも、あ、行けるとこはないか。じゃあセーブして行きましょう。おー、
なんか植物っぽいものが見えるけど大丈夫かな。大きな機械がある。装置を一時的に停止させられそうだ。停止させる。ん、大丈夫なのか。これは何ですか。これでもしかして高圧ガスが何度かなったっていう感じかであってほしい。高圧ガスがこれで止まったと。あ、違った。言わんがばかりな状況。あ、そういうことだね。でこっちに入ると、お、なんだここ。お、バチバチ言ってるけど大丈夫かな。これはなんかこれの気がするな。違うかな。故障している。これを修理しないとこの機械は再起動できないみたい。起きた。よく見ると内部でケーブルが断線している。コネクタが黒く焦げている。修理するにはケーブルとコネクタが必要そうだ。どっかで回収してもらえばダメか。ってことはやっぱりこれは再起動できないと。うん、ケーブルとコネクタをどっかから調達しなきゃいけないんだけど、あ、こっちか、こっちかな、こっちか、あっち方面。お、これは瓦礫が崩れてる。あなたが、お、何これ、なんかドラクエのなんかアイコンというか黒枠みたいなやつがあるけど、まあいいや。ここもない。え、これ、これ何。トゥルルルルルルル、あ、落ちてた。暴れん坊将軍デレデーって、あ、はい、持っていこう。あ、来た、高強度ケーブル。はい、トゥルル、暴れん坊将軍って続きから見ても面白いですよね。俺だけかな。暴れん坊将軍北海道あんまやってないですよね、再放送が。でもなんだっけな、名古屋かどっかに仕事で行った時に空港で再放送みたいなのやってて、あ、まあ、どこでもやってんのかな、わかんないけど。だよし、これはなんだ。いや、なんだ、さっきからパズルオンパレードや。これどうすればいいんですか。これクロスワードパズルみたいになってます。え、これ、あ、こういうこと。はい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 、これあれだ、あ、ポケモンのなんとかジムとかにあるあの氷の仕掛けですね、これ。ポケモンで例えになってますよ。あ、来た。来た。特に何か落ちる音がした。こうすかね。あ、違うかな。何の操作だったんだろう、これは。特に何か落ちる音がした。ここか？ここじゃないな。遠くってどこだろう。こう開けて、こっちか。あ、これ？ボックスがある。え、どうやって開ければいいの？レザーカッター。これで？あ、違う。バリアブルドライバー。え、なんだろう。押せってことか。あ、これ、何これ、コンテナが置いてある。え、謎謎。何これ、食べられたらダメよみたいな。急にパズルゲームして
今だ、あ、あ、今だ、今だ、逃げて逃げて逃げて、うー、危ないで、ラスト、ラストチャレンジ、今だ、おいし開かない、え、なんで、なぜ開かない、反対側がロックされている、え、パズルまで解いたのに、どういうことだこれ、押せるようになってる、なってない、え、なんだろう、謎すぎる、一生懸命解いたのに、え、こっちかやっぱり、え、違う、何か異変が起きてるとか、済んだな、再起動、再起動することによっていけるようになってないかな、さっき高圧のさ、あれがさあったからダメだったの、あ、ほらほら、これでほら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 、きた、やったー、そういうことか、で、これも端末ついてるから、ほら、きたー、キャビネットがある、小さなタンク、あ、これもしかしたら、やった、このスッと、じゃ、これで、もう再起動できるはずだ。行こう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 。再起動、再起動。はっ。でもこっちは高圧ガスが出てるから止めなきゃダメかな。あー、やっぱり一回止めなきゃダメだ。めんどくさいよー。よし。で、システムをもう一回止めて。はい、一時停止させる。こっちもまた高圧ガスがまた出なくなったから、ここだったっけ、あったあったあった、で、よし、この手袋を履いて、よし、修理できた、これでシステムを再起動できる、よし、再起動しよう、あれあれ、どこでやんだ、あ、あ、ここもしかしてここでやんの、あ、ここか、はい、再起動されました、再起動されたことによって、されたことによって、こっちで何か起きてるのか、ないか、あ、こっち違うわ、こっちじゃなくて、高圧ガスは出なくなったかな、あれ、こっちなんだ、もう行くとこ忘れたわ。こっち行って。あれどこだったっけ？こっち行って。あ、もうガスも出てない。はい。あ、そっか。あれは止めたんだった。開かない。すいません。お？あれ？これエレベーターに乗れっていうことかな？エレベーターに乗って、わっと、びっくりした、ふぅ、これで上の階まで行けば外に出られるかな、結構大変だったね、あ、そういえばさっきの、そういえばあの大きい装置を停止させたままだった、あのままで大丈夫かな、いや絶対大丈夫じゃないよね、
うわラスボスみたいに出てきたけど、なにこれ。ソフィア今度は何、うわ落ちちゃった。え大丈夫、どこから声が聞こえる、これがソフィアかな。よくいてエレノア、これから押せるわ。わかったし、エレノア、メタラ、いましょう。え、なに、あの人誰、なんかソフィアじゃないような気もするけど。あ、そうだ、あの大きいのに襲われそうになって落ちちゃったんだっけ。あれソフィア、ソフィアがいない、はぐれちゃったのかな。とにかく元のところに戻ってみよう。どこかから上に上がっていけば戻れるはず。それにしてもこう暗いな、明かりが全然ない、気をつけて進まないと。うわー、ちょっと再起動するの忘れたわ。これでセーブして、はい、なんか再起動はフラグっぽいな、なんか分岐っぽい気がするわ。というわけで次回は、まあ、一旦このまま進もうと思いますけど、エンディングが3つあるみたいなんで、なんか1つ目の分岐っぽいよね、再起動してるかしてないかでね。というわけでまた次回もご覧ください。ではまた。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。タクタクのチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は動画の下のこちらのボタンをタッチ、パソコンでご視聴の方は動画下のこちらのボタンをタッチしてください。タクタクは合計3チャンネルを運営いたしております。フリーゲームを実況するタクタクチャンネル、いろいろなゲームを実況するタクタクチャンネル2、顔出しをしているタクタクの日常チャンネル、今ご紹介した3チャンネルの詳細は動画説明欄をご覧ください。またツイッターもやっておりますので、更新情報やタクタクのつぶやきに興味のある方はぜひフォローをお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。ではまた。